こんばんは岡田斗司夫です岡田斗司夫ゼミ。9月4日ですね9月の第1回になりましたはい、えー、っと今日はカレークックになりない,いないないないませんねカレー男はい、えー、ではですね君の名はの方が面白すぎたほうほうほうまああの今日は君の名は対アドベンチャータイムなのでですねそれを来て期待して見に来ていただける皆さんだと思います。 えー、でですね、あのー、まあまあまあ,あのそれなりのペースでやるつもりですがですね今回、まあ、一応レジュメというのがあるんですよ何を話すのかっていうのをたい、まあ、メモにしたやつで今回レジュメ11枚なんですねで、えー「君の名は」と「アドベンチャータイム」の話をするのに前振りをしなければいけないこの前振りでね5枚使ってるんですね11枚中。なので,です、ね、ひょっとしたら「君の名は」と「アドベンチャータイムは」はネタバレは もうもちろんんやりまくるんですよ。もう本当に「君の名は」なんてネタバレしないで話すの不可能なんですけどもひょっとしたらネタ「あの君の名は」に行くあたりでもう限定放送になってしまうかもわかりませんということをですねちょっと最初にですねお断りというかです、ね、これを構成変えて、まあ、話すのを考えたんですけどもそれだったらあの伝わらないなというふうに思いましたんで,です、ね、あの別にあの作為的にやってるのではなくてですね,、えー、ねじゃあその前振りとは何かっていうと。 あのー、このです、ねえー、藤田一郎さんがです、ね、書いたです、ね「読者は読むな」っていうです、ねまあ、とんでもない本が出たんですね、えー、この本の話とです、ね、あと同時にほとんど同時に出たです、ねこの「悪意とこだわりの演出術」これはあの水曜日のダウンタウンなどを演出されてるです、ね、藤井健太郎さんという人の本なんですけどこの2冊をです、ね、並べてちょっと語るとですね 結構あの面白いことがが発見があるんですね。この話をしつつ何でこれが前振りとして「君の名は」を語るのにまたアドベンチャータイムを語るのに必要なのかというのが後ろの方でつながってくるという形になってますの、ね、ですいませんけどもです、ね、あんでどうしようかなあのもう本当にネタバレになってしまうんで「ですねあの。君の名はブロック」はもう丸々ネタバレになっちゃうのでなんかあのネタバレの前と後に一応あの合図だけ出しますんでですね えー、皆さん、そこら辺は納得しておいてくださいとしかもう本当に言いようがないです。何点ですか、そうですね、点だけ最初にいきましょうか、最初の方でです、ね、もうでそこだけでも話しておきましょう、えーとですね「君の名はです、ね」は一応、僕いつもあの映画を見,る時点見た後点つけるんですけども「シン・ゴジラ」はですね映画として65点ですね、怪獣映画としては、まあ、85点から90点。 です、ね、で「エヴァンゲリオン」の新作としては120点というふうに言いましたで「君の名は」に関してはですね、映画としてはです、ね、70点ですね「シン・ゴジラ」よりちょいといいですベタ映画としてはこれは後で説明しますベタ映画としてはですね120点ですねアニメとしては85点というのがですね、まあ、僕の評価ですだから、あのー、名作傑作と言ってる人とはちょっとずれがあるそれなりにいいのを認めるんですけどもあのー。 「シン・ゴジラ」が映画として65点というのは、まあ、やっぱ僕にとってはかなり欠けてる部分があるのっていうふうに感じたのと同じように「ですね。君の名は」もですね映画としてちゃんと評価するんだったらちょっと欠けてるよなとえそんなことを言い出したら邦画のほとんんどはってままあまあそうなんですよ僕にとっては「邦画のほとんどは60点ぐらいなので、まあ、そういううなことになっちゃうんですけどもですね。えー、まあここら辺の点数配分の理由もですね、後で語っていこうと思いますということで、えー、一応の最初の方に評価だけやっていきます。ただ あの映画としてっていうのとそのベタ映画としてっていうのはですねちょっと使い分けたつもりなんですねだから総合評価として70点という意味ではないですあのシン・ゴジラ」も総合評価として65点という意味ではないんですよ。なのであの映画としてはこれいまいちなんだけどもこう見たらものすごく面白いよなというふうな見方をそれではそれではですねえー、今週の「シン・ゴジラ」 ですね、あの毎週毎週「シンゴジラ」話をちょろ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 聞くんで,です、ね、これをまあ我慢せずに皆さんにお伝えするです、ね、1分コーナーですねあの副総理とです、ね、官房長官が「シンゴジラ」を見たそうですで、えー、大絶賛してるそうなのです、ね、2020年のオリンピックの演出はです、ね、庵野秀明になるのではないかというのがです、ね、ちょっと俺の読みですあとですね、えー、もう一つミニ情報でですすね、えー、秘書官室が出てくるんですけどもですね。 もう本当にシン・ゴジラってあらゆるセットがかなり正確でよくこんな首相官邸のです、ね、首相の執務室とか調べたなというような絶賛の嵐なんですけども1箇所だけまるっきり違っているところがあってそれがですね秘書官室だそうですねつまり秘書が集まる主人公がいるあの場所なんですよねで、えー、それはなんでかっていうとです、ね、おそらくあそこに入れるクラスの人が誰も喋らなかったからなんですよね。つまり その他の他部屋っていうのはです、ね、いろんな人がいやそんなの言えないんですよでもねって言ってちょろ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 っと出した話を総合するとかなり正確なセットを作って本当に政府の人間が見たら青ざめるぐらい正確なセットを作られてしまったんだけども <laughs> 秘書官室だけは全員見て胸をなで下ろしたというかほっとして全然違うとああ全く取材できてなかったということは誰も口を割らなかったんだなというふうなことで,です、ね、官邸では一安心だそうです。あとあと、地下作戦室はは広すぎて、あれは有明の あのサクネスと間違えてるんじゃないのというですね余計なツッコミが入っておりましたことをここにご報告しますということで今週のシンゴジラでした <laughs> <laughs> で、ねえー、ではですね今週の本ですねあのー、今週本はですねあの二冊ですねさっき話したですね読者は読むな藤田和博さんです牛と虎とかカラクリサーカスとかですねあと黒博物館ですねゴ、えーストアンドレディかなあのこの作者の人で,ですねまああの熱い漫画家ですね。 えー、それととでですすね、ね。悪意とこだわりの演出術です、ねえー、藤井健太郎さん、僕も名前、ね、存じ上げてなかったんですけど「水曜日のダウンタウン」とか「芸人キャノンボール」これ先週オンエアされたのかなあと「クイズ正解は1年後」という年に1回だけ放送されている番組があるんですけどそういうのをバラエティーの演出やってる人です。でこの2人がですねお互いにガチンコでですね、自分の創作術っていうのをですね、がっつり語ってるんですね。で、特にこの 藤田さんの本はね、七百四十円なんですよ。あの税込みでですね。多分七百八十円ぐらいなのかな。めちゃくちゃ安いです。もう絶対ね、買ったほうがいいですよ。あの。これね、なんだろうな。アンチバクマンですよね。あのバクマンとか青い炎を読んで。 漫画家になりたいなどというほざ,ほざいてるやつに正義の鉄拳を食らわせてやるっていうですね <laughs> なんかもう本当にこいつ気が強いなというかです、ねで。書いてることがです、ね、本当に面白いんですよね。だから僕もあのなんだ青い方のすごい好きで自分が登場してるぐらいですからああなんかクリエーター漫画としてすごく面白いなと思うし「バクマン」なんてこれまでに出てた漫画はこうやって描くんだとか漫画家のとか編集者の真実はこうだという漫画ではすごいなと思ったんですけども。 何でしょうね、このど真ん中の現役作家が出てきてです、ね、本気で創作論を書いた時のえげつなさっていうのは今コメントで「サルマン以来」で書いてますけど「サルマンはすいません「それ以下です」ってなってきてこのなんだろうなっ、えー、読者は読むなになってきてますからですねだからそこら辺はですね多分そのなんだろうなあの。 読者の人たち、サブカル好きの人たちのなんか評価のちょっとバランスが悪すぎると思うんですよね。バクマンは本当にあのクリエイター漫画として見たらあのそれ以前の作品を本当に古びたものにしてしまったんですね。だだから多分サルマンって言った人はサルマンの時代でああ漫画ってこうなんだっていう認識ができたんですけど、それはバクマンでやっぱ崩せてないんですね。バクマンが出てきた時にもう他のものが崩れてきてしまった。でそれと同様にこの読者を読むのが出てきたところでですね、もうクリエイター 論っていうのが新しい段階に入ったというふうに思います。ええー、とですね。で。えー、っとです。まあ、こっちからいきましょうか。悪意とこだわりの演出術はですね。あの、もう本当に今読むのが一番面白い本です。定価はですね。まあ、千三百円、まあ、税。抜きですからす、ね、千、ええ、四五百円ぐらいするのかな。なんですけどもです、ね、今読むのに面白いっていうのはどういうことかというと。その。 今という笑いっていうのはですね、時代とすごい関係があるんですね。だから爆笑レッドカーペットをあの頃あんなに面白かったのに、今見ても全然面白くないと。俺たちひ金う族を今見て面白くない。よく言われるのが、ダウンタウンってどこが面白いんですかっていう人が現れてきてる。それは何でかっていうと、昔のものを今見ても、まあ面白いはずがないというか、ね、ちょっと無理があるんですね。それは笑いっていうのは、その時代のセンスにすごい左右されるからなんですよ。 でこの本はです、ね、僕は今好きな番組というのは割とこの人が手がけてるというのを初めて気がついたんですけどもです、ねあの「悪意」っていうのを、まあ、売りにしてるんですねすごい作為的ですそのことに関してあの。例えば「水曜日のダウンタウン」という番組ではですね あのある説が出てきて、で芸人が出てきて、何とか説っていうのを言うんですね。例えば勝俣邦洋。ええー、熱心なファンゼロ人説というのが出てきて、それの検証 V. T. R. が流れたりする。この説自体も悪意があるんですけども、編集がですね、すごくこう凝ってて。これあの本人が書いてるんですけども、中の流れるナレーションとかですね。あと V. T. R. の編集も全部自分がやってるそうなんですね。自分がやられる気が済まい。何でかというと、笑いっていうのは全部一人の力。 でセンスでコントロールしないと生まれないからここを人任せにはできないというふうに言ってるんです。で水曜日のダウンタウンではこの VTR が流れる時きに、ワイプっていうの分かりますかワイプってあの端っこの方が四角く切り取られて出演者の顔が写っててなんか喋ってたりしたら口とかが動いてる例のワイプですよね。で水曜日のダウンタウンではまあこれが1人か2人ぐらい常に写ってるんですけども音量設定がですね ギリギリ聞こえるぐらいにしてるというふうに書いてるんですね。つまり VTR に対して何言うてんねんとかですね。いやこれ違うやろとかこれ悪意あるわっていうようなやつを本来だったら必要でないかもわかんないけども視聴者が聞こえるか聞こえないくらいのギリギリの音量で流していて常に番組の中にその突っ込みが入っている状態にしてるんですね。でここら辺もすごい作為的なんですけどもあのー、なんだろうなこの 悪意の方から先に話そうかな。あの。えっ、ー、とですね。笑いっていうのは、ちょっとこうお笑い論の方になっちゃうんですけど。おらお笑い論に関しては、あの僕は。素人なので、えっ、ー、と、あまりですね。深いことは言えないんですけどもですね。もともと笑いっていうのはですね。あのすり替えられた攻撃だというふうに僕は考えています。つまり。何かを攻撃するときに、直に殴ったりする攻撃ではなくて。それをすり替えた形、より社会的な形にしたのが。 笑いだと思うんですね。原始時代言葉がない時代の人間、そんなのが果たしていたのかどうかわかりませんよ。言葉を持ったから人間になったかもわかんないですけど、とりあえず猿の状態の直接暴力から言葉を得た瞬間に人間っていうのは笑いを持ったのではないのかなと。なんかあのチンパンジーとかですね、日本ザルの一部では笑いっていうのがあるっていうのが確認されてますから、多分その言語を持つということと笑い攻撃っていうのは関連しているんだと思います。で。 ダウンタウンがおでがですね笑いをよく変えたと言われるのはですねこのすり替えられた攻撃の対象が変わっちゃったんですよねダウンタウン以前の笑いっていうのはあの演者が愚かでつまり舞台の上の漫才師がちょっとバカでで観客が賢いという立場を 基本的には崩さなかったんですね。ダウンタイン以前の漫才の典型例が、「俺、歌手になろうと思っているんだけど、何言うでねお前なんかなれるか。ちょっと俺の歌聞いてくれよ。じゃあ、うとてみ!」ていうのが大きい流れなんですよ。つまり、えー、バカみたいなことを舞台の上の人が言って、それを観客が、「あんなんで歌手になれるわけがないだろう!」って言って突っ込むのが、まあ基本の攻撃の形なんですね。あくまで、笑いというのは攻撃のすり替えですから、攻撃であることは変わらないんですけども。 舞台の上にいる人間を観客が笑うという構造だったんですよ。で、ダウンタウンがですね、あの出てきてからですね、これこの攻撃がですね、観客同士になったんですね。あんまりこれあのお笑いの評論家の人も指摘してないと思うんですけども、つまりこの笑いを分かるかどうかになってくる。そうすると、舞台を見てる観客の中で笑う速度に差ができてきて、先に笑ったものが分かった。 で後から分かったものが遅れて分かったという順位が発生して分からないものがいると。なのでそのダウンタウン以前にそのなかった概念として笑いががかるという言葉が生まれてきたんですね。ダウンタウン以前は笑いは分かる分からないってものではなくて受けるとか売れるとか伝わるものだったんですね。 ところがダウンタウンが出てきてから急に「笑い」というのが「分かる」という言葉になってきてしまってここから芸人の優位性強いては時々僕が言う「なんでその芸人さんっていうのはあんなに一般人に対して優越感を持ってるんだろうね」ってこの優越感のもとまあそれはライトスタッフ前回話したやつとも関係してるんですけどとも言えるんですけどもあの観客同士の競争つまり観客同士が攻撃し合う形っていうふうに ダウンタウン以降笑いというのはすり替わっていきました。で、この藤井さんという人はですね。ダウンタウン世代ダウンタウンチルドレンなんですね。なので、人より先にわかる笑いっていうものに自分のセンスの中心を置いています、えー、例えばですね。ダウンタウン、水曜日のダウンタウンでですね。たまちゃんを見守る会、まだ見守ってる説っていうのが出てくるんですね。そこである検証キーワードっていうのがあって、あのネットでたまちゃんを見守る会を検索したところっていうふうに。 いうシーンがちゃんんと VTR であるんですよ。そだから検索画面って検索ワードを入れるとですね第二検索語が勝手に出てくるじゃないですか。でこの「たまちゃんを見守る会」の第二検索語ってですね宗教なんですって。でそれをわざわざ映したというふうにこの本の中ではっきり書いてるんですね。つまり これは、はやらせででないです。だって「まちゃんを見守る会ってやったら第二検索後に「宗教」で出てくるのは事実なんですよ。だからそれは宗教っぽいって言いたいのかもわかんないですけどそれをはっきりと映したというこれがこの藤井さんが考える悪意でありその作為に気がつくかどうかの悪意なんですね。作為に気がついいたものは、「これひどいわ!」っって言って言笑えるんですね。作為に気がつかない者は「あたまちゃんを見守る会を検索したんだ」と言ってついつい見逃してしまう。この差 んだろうな笑いが分かるかどうかっていうふうなところにその見てる人のセンスを問いかけるんですねつまり作ってる側が優位に立ってるんですね。漫才師側が優位に立ってるのは笑いなんですよ。であの新築 家を新築する時自宅を新築する時和式便所をわざわざ作る人ゼロ人説っていうのがです、ね、出てくるんですけどもこのゼロ人説っていうのもまあ言われてみたらそうかもわかんないんですけどわざわざっていう言い方がちょっと悪意あるんですね。でこれをやるときにですね我々は調べてみたというふうにです、ね、またパソコンの前でスタッフが検索している画面を写すんですけどもですね 画面のパソコンの周りにです、ね、ポスターが貼っってあったんですね。そのポスターがです、ね、ソフトクリームの <laughs> ソフトばっかりで,です、ね、トイレの話題の時はソフトクリームの絵を写すそれもわざわざ和式便所だからです、ね、なんか抹茶ソフトクリームとかそういう和のソフトクリームばっかり並べるんですこういうのを並べ方とかを並べるんです。これもやっぱりその悪意のある笑いですね。<laughs> FBI ドッキリに絶対引っかからない説というのがあってですね。FBI の超能力捜査官をわざわざアメリカから呼び寄せて、いろんなドッキリさせてですね。で最後はマルバツクイズを出して、正解したらクッションなんだけど失敗したら泥っていうのをわざわざ用意したんですね。でさあ、どっちがあの何だろう正解ですかと。FBI そう超能力捜査官だったらわかるでしょうというふうにスタッフに言わせたら言わせたんです。そしたら。 FBI 捜査官はですよで。スタッフはすごい悔しくなって「丸とツと両方に泥を用意したんですね」<laughs> で FBI 超能力捜査官にですね「<laughs> さあどっちですか?」って言った FBI 超能力捜査官ですね超能力使ってるのかなんかわかんないですけどすごいじーっと見ててですねでまあその途中でもですねやけに通訳と称する人との打ち合わせが長いとかで,ですね <laughs> いろんなですね悪意のある VTR を入れといてで最後にですねなんかどっちも泥の○の クイズ出しといて。 どっちも泥なんじゃないっていうふうに FBI 超能力捜査官が見抜いてしまうんですねこれはもうねわざわざその通訳の人を別室に閉じ込めてまで検証したのでかなり正確な検証なんですけどでさすが FBI 捜査官は我々スタッフのトリックに引っかからなかったっていう VTR を流してですねであのなんだろうロケバスみたいなところ FBI 捜査官が意気揚々と引き上げたらロケバスの手前にでっかい落とし穴が開いてですね <laughs> FBI 超能力捜査官ドカーンと落ちて泥まみれになっておかげで最高です にい,い絵ががれたっていうのがで,す、ね、オチなんですよで。この本の中でもですねあの FBI 捜査官これ本当にやらせとか入ってなくてこうでで結局 FBI 捜査官は泥に突っ込んでくれなくて最後の最後で落とし穴に落ちてくれたとこれが途中で我々のトリックに引っかかって泥だらけになってもいい絵が撮れただろうけども偶然最後だったから一番いい絵が撮れて嬉しかったというふうに書いてあるんですね。つまりあくまで なんだかやらせとか演出はないんだけど、悪意だけはたっぷりあるっていう考え方なんです。この。この悪意ですね。その。作っている V. T. R. とかの悪意に気がついて笑えるかどうかって言うのが、ですね。あの。この人の笑いって言うんですかね。その今のお笑いの最新の。笑いなんでしょうね。を解釈する上で、すごい大事なことになっていると思います。あの。なんだろうな。さっき今読むべき本とか、今読んだら一番面白い本っていうのは。 今のネットとかでですね、受けることっていうふうなものがですね、この中にはそのコンセプトが入っていると思うんですねつまりどういうふうに人に見られて何が面白いのかっていうのを自分の方から発信する側が一番偉いんだという考え方が出ててですね。好きかどうかで言われるとうーんあの <laughs> とねこっちの本の方が好きなんですよあの藤田さんの本の方が。 つまりこの悪意とこだわりの演出術の方は俺は笑いが分かってるそして俺の笑いは今日本でイコール世界で最先端だっていうような自信にあふれてるんですけどもと同時に所詮今しか通用しない消費されていくものなのでテレビマン独特特有の何だろうな 自自慢慢できるうちに全部自慢しとくかみたいなですねいっぱいいっぱい感があってですね正直ちょいと見苦しいところがあってですね <laughs> まあそういうのが嫌な人はブックオフで十分だと思うんですけどもまあ俺はあのなんだろうなこういうものを人より早く見つけてしゃべるのが仕事なんでちゃんと定価で買いました。あの <laughs> 読んででる間本当にすすごく面白いですでこの人が今度はあの新しくです、ねあのー「クイズタレントメーカー」っていう番組をやったんですけどクイズスターメーカーになって10月からまた放送が始まるそうなんでもう僕は今から録画しようと待ちかまえてます。一番好きな番組なんですけども作ってる人のなんか内幕とかどうやって作ってるのかっていうのを聞いたらああんかテレビの人って本当にいっぱいいっぱいなんだなテレビって。 終わりつつあるメ,ダメディアなのかなというふうに、ちょっと思っちゃったのも事実です。で、読者は読むなって言うのは。あの、藤田和弘が文字で書いた、まあ、青い方のバクマンへの挑戦状というのが。僕のか、あの、考えなんですよね。あの、どういうことかというと。金八先生、三年 B. 組金八先生というドラマが80年代に大ヒットした後ですね。教育現場にはですね、熱血教師ですね。 熱血熱血と思っててとりあえず生徒とちゃんと話してまともに向き合ってそして全部に自分の人間性で勝負するんだみたいな。 教まあ現場が大混乱したという伝説があってですねこれはあのプロ教師の書いてるところの諏訪哲司さんという人が自分の本で何回も書いてるんですけども教教育現場に熱血教師はいいらないと。どんな教師にも絶対心の中に熱血成分というのがあってもうそれぐらいで十分だってそれ以上に教師っていうのはプロフェッショナルでなきゃいけないから一人一人の熱血で 本音でぶつかったら絶対に一人一人の生徒に対して好き嫌いが絶対に表れてしまうとで人間として接するっていうふうなことをやってはいけないとそれはホテルマンのようにすべてのお客さんと同じようにすべての生徒をまず一旦平等に公平に扱うところからなければ教育という劇場は作れないというのを言ってるんですよね。 金八先生は熱血先生を産んでしまったんですけどもバクマンが産んでしまったのはですね、その作り手側のですね、本音っぽいものを全部出したような気がしてるんですね。だから例えば少年ジャンプはアンケート市上主義だとかですね、まず3週間はネームこういうふうに出して。 1>, で1ページ目こういう注意点があったらこういうふうに直してっていうのをですね「バックマン」という漫画ものすごいマニュアル的にこう紹介してるんですでそれがストーリーと相まってめちゃくちゃ面白いんですけどもおかげでですねうんあの現場の先輩になんか何も聞かなくてもいい俺はそういうことは分かって漫画業界に入ってきてるんだっていう小賢しい漫画家志望っていうんですかそういうのを山のように生んでしまったんですね。であの バクマンとかで漫画業界のことを知ってでこうすればいいんでしょうと思ってきて入ってきた人っていうのはあの知識で知ってるんですけども現場の先輩にちょっとでも違うことを言われたらそれはバクマンで聞いたことと違うと思っちゃうんですね。で今の時代はですねその僕はあの自分の本の中で「第一印象至上主義」って書いたんですよ。 どういう意味かっていうと、人間っていうのはですね、自分が受けた第一印象を否定したくない生き物なんですね。で、例えば、なんでそのイケメンとか美人は得するのかっていうと、第一印象としてその人にいい印象を持ってしまうんですね。で、その後でその人のことを判断するんです。まず印象としてあこの人綺麗だこの人かっこいいと思ったら、まずいい人に違いないと思って、でその後は補正がかかるんですよね。 こんなに顔がいい人が、こんなになんかこう、スタイルのいい人が言ってることだから、本当なんだろうっていうような補正がかかってしまう。人間というのは、自分の第一印象を守ろうとするなので、まあ、なんか中身で勝負だって言ってる人は、中身で勝負だと思うんだったら、思えば思うほど外見をきれいにした方がいいですよというふうに、僕、自分の本の中で書いてるんですけども。 なるほど。こんなデブが言ってるから信用ならこんなデブが外見が第一だと言ってるんだからこんな本当のことないじゃないか <laughs> お前はそれも分からぬほど愚かなのか <laughs>。 <laughs> というわけでですねあでですね第一印象至上主義になっちゃうとどういうふうになるのかっていうとつまりバクマ満を読んで面白かったとかそのキャラクターの熱い言葉に納得したらその自分の感動や納得を守りたいがためにつまり第一印象を守りたいがために先輩からですね 「お前はそうと違う」とか「あの編集者はそうと違う」というふうに言われてるのに自分の中でなかなか補正できなくなっちゃうんですね。であのー、この本の中でですね僕すごく面白かったのがですね、えー、この藤田さんのです、ね、スタジオの中には「無言禁止」っていう張り紙があるぞなんですね。で「えー、無言禁止」っていう張り紙があってこれは何かというとアシスタントとして入ってきた人間は絶対に会話しろというふうに言われるんですよ。中で 会話して、で誰例えば何にも話すネタがなかったら「何してるんですか?」と聞けと「俺が仕事してたらあ先生何書いてるんですか?」と聞けと先輩が何か仕事してたら「それ何してるんですか?」と聞けととりあえずこの自分のスタジオの中で無言で通そうとするようなやつもしくは聞かれたことに最低限しか答えないようなやつはもうその場でクビにするというふうに言ってる。 絵はは上手手くくなくてもいい。漫画は下手でもいい。でも、会話のキャッチボールをできないやつはいらないそういうやつは最終的にクリエイターにはなれないっていうですねめちゃくちゃ実践的なことを書いてるんですよ。で言われてみれば本当に漫画家になってるやつっていうのはちゃんとですねこう人と話せる人とかですね会話がある程度面白い人ですねコミュニケーション障害の人は辛いコミュニケーションの人は辛いなって今コメントが流れたんですけどもあの人と話したくないから絵を描いてるという人 が多いんですけども、そういう人は漫画を描くなとは言ってないです。俺のスタジオに来るなとも書いてないですよ。無言禁止と書いてるだけなんですよ。つまり、コミュ障であるんだったらば覚悟してこいよと。なんでかと,いうと最終的に漫画家っていうのは人と対話して、編集者と対話して、その台湾の中で作品作っておくもんだから、絵が下手なのと同じように、コミュ障っていうのはそれだけのハンディキャップだと。絵が下手でも努力すれば漫画家になれると。 で、コミュ障でも努力すれば、漫画家になれるときっちり書いてあるんです。ただし、コミュ障だから、コミュ障の自分を守ってくれる。漫画家だったら、そのままでいてくれると思うのは、大きな間違いだというふうにドーンと書いてですね。その他に。またです、ね。この第一章がですね。まず無言禁止で,です、ね、第二章が一緒に映画を見ろなんですよ。<laughs> 俺と一緒に映画を見ろ。それは何でかっていうと、無言禁止だからといって。 なんか無駄な会話だけやってもしょうがないそれじゃなくて一緒に映画見てこの映画を好きか嫌いかっていうのを語り合おうとで無理に俺に合わさなくてもいいと。 例えばお前が「バック・トゥ・ザ・フューチャー」好きだったら「バック・ト・ザ・フューチャー」が好きだったで俺がなんで「なんで好きなんだよ」って言ったら「それはこうだからです」っていうふうにちゃんと返せと「なんで?」と聞かれたら「こうだ」っていうのを返せとで俺が好きな映画をお前が嫌いだったらそのことに関して俺は絶対に文句は言わんだよとその代わり「何でお前あの映画が嫌いなんだよ」って必ず聞くからその時には「こういう理由で嫌いです」っていうのを返せと好きも嫌いも必ず理由をつけて返すことが後ですごいためになってくるとこれ何かっていうとあの 自自分分分の作品と自分ととけることだと。最初のうちは絶対に自分でネーム書いて自分で漫画書いてここがダメだと言われたらもう人格を全否定されたような気がするとなんか一生懸命書いてこの作品は俺だというふうに思い込んじゃうとでそれをひっぺがさなきゃいけないつまり自分と自分の作品をひっぱがさなきゃいけないんだけどこれすごく難しいのでまずは他人の作品であると俺の好きな作品と俺とは別だから俺の作品が嫌いって言われても怒らない。 他人の作品を嫌いと言っても構わないっていうこの関係を作った上で初めて自分の作品について語り合えるベースができるつまり自分と自分の作品を引っぺがすという表現があるんですけどこれもあのすごく大事なことなんですけどもこんなに分かりやすい言葉でですね一流の漫画家がですねあの文字として書いてたらです本当にねえー もう脱帽ですすよ。すっごい面白い。面白読んでも読んでも止まらないとこれ読んでる時は「うわ面白い!」と思って大阪行く途中の飛行機で読んでるんですけどこれ読んでる時は「うわこれ面白い!」と思ってなんかね乗る電車を間違えたぐらい面白かったんですね <laughs> やっぱりねあの漫画っていうです、ね、本当に面白いものとうもう本当に藤井さんごめんなさいテレビっていう今面白い気がするものとの間にがものすごい実力差があるんだなっていうふうに何か感じちゃいました。 えっと、前振りが30分経過 <laughs> その通りだよねでもまだまだあるんだよあのね、えー、ちょっとね今日ねこういうメールいただいたこの話もしようと思ったんですけども先週放送された日本テレビの裏番組の E テレ NHK で放送されていた「バリバラ」えーえーっと「バリアフ」「障害者のバラエティー」だよね「バリバラ」内で、えー、実際の障害者から障害者は健常者を感動させる道具ではない。 感動ポルノという言い方をしていましたという発言が出ましたとこの件についてどう思われますかという感動ポルノ問題なんですよね。で、あのこれもですね後ろの方の話つまり、えー、アドベンチャータイムとか君の名はにすべてつながってくるんでもうひとまとめで話すしかないんですけどもですね日、えー、テレの24時間テレビのですね障害者がなんかこう富士山登るとかですねそういうよくある日テレの24時間の 障害を持った人がでもこんなに頑張ってこんな感動的な成果を出しましたっていうのを今年も放送したんですね。今年はなんか特にひどくてなんかあの車椅子だったかな,なんか足がない男の子をです、ね、富士山のてっぺんまで登らせてそれをやっていってもう本当に体がヘろヘろになって動かなくてですねでもやっててよかったと思いますかという,うにインタビューで言葉を取ろうとしたらその子はもう疲れすぎて声が出ない状態になったそうなんですね。でそういうふういふにやってた番組の裏の裏、e、テレで、 ですね、なんとまあ意地の悪いことにですね NHK のですね出てる障害者たちがみんなです、ね、黄色い T シャツを着てです、ね、後ろに意味なく24という数字を書いてあってですね「で笑いは地球を救う」って書いてあってです、ね、愛は地球を救うんじゃないですね「笑いは地球を救う」というふうに書いてあってで身体障害者はなんかその健常者いわゆる あの健康であの全部揃っている人たちを感動させるために俺たちは生きてるんじゃない俺たち別に頑張りたいわけでも何でもないんだと。で,で500人ぐらいにアンケート三百人だったかなぐらいにアンケートしてですね「あの身体障害者が、えー、頑張って感動させるドラマ好きですか?」って聞いたらです、ね、9割の人が「大嫌い」って答えたというです、ね <laughs> まあ、そういう数字で押してきてで自分たちの本当はこうなんだって番組を作ったそうなんですね。でまあネットではですね大評判です。でで これをですね、まあ、感動ポルノっていうふうな言葉でですね、今ネットニュースで流れてですね、炎上してますで、えー「バリバラ」は僕はの普段も時々見るんですけども、まあ、バラエティーとしてはそこそこ面白いんですよ。どれぐらい面白いかなあの、これほど面白いいわけでではないです。水曜日のダウンタウンほど面白いわけではないですけどそこそこ面白い。で何かっていうと腕はないんだけどエピソードがすごい芸人の話聞いてるみたいなんですね。 話術和芸は大したことないんだけどもそんなすごい過去あったんだっていうのを芸人の話聞いてるみたいな感じがするんでですねバラエティとしてはそこそこなんですけども「感動ポルノ」っていうのはもともと2012年にですね自分を障害者のですね、えー、っとステラ・ヤングという人がオーストラリアの番組だったかななんかで語った言葉だそうです。で ステラによればですね、この言葉というのは。障害者が障害をもらったというだけで、与えられたというだけで、あるいは持っていることを含みにして。感動をもらって、励まされたと言われる場面というのを表していると。で、同様の言葉として、フードポルノっていう言葉もあります。フードポルノっていうのは、食品の上にたっぷりのバターとか、くるクリームをのせて。とろっと溶けているような映像を見せることによって、なんか食欲への衝動を。 呼びさせますもの。これを最近はフードポルノとううそうですで。戦争ポルノっていう言葉もあります。これは、戦場の映像を流すことによって見てる人を興奮させるっていうこれもですねポルノの一部というふうに最近言われますつまり何にでもハラスメントがついたように多分何にでもポルノがつくっていうのがこの、えー、いろんな人が映像を撮って投稿する時代のですねひょっとしたら決まりフレーズになるのかもわかんないです。で僕の 岡田斗司夫のですね考えるポルノの特徴っていうのは作品性よりも感動させるかどうかに主体が置かれた作品というふうに考えているんですね。つまりいわゆる一般的なエロポルノの場合はお話としてどうかというよりもいわゆる興奮させるかどうかに主眼が置かれたようなものっていうのはポルノグラフィーであるというふうに考えます。要するに感動させるやいいんだろう、要するに興奮させるやいいんだろうっていうのが作者が考えているのはまあ見えすぎた感じというふうに言えばいいんですかね。で。 まああのぼ僕の考えなんですけども「あの世界の中心で愛を叫ぶ」というです、ね、ドラマとか映画が昔あったんですけど、まあ、あんなものは感動ポルノでしょうとあの泣けたと評価される映画一般はです、ね、感動ポルノだと思います今年一番泣ける映画ですというふうに言われたらです、ね、なんかこうポルノを宣伝されているような居心地の悪さを感じてしまうのが、まあ、ちょっと僕のひねくれたところなんですけどもただそのこういうふうに言っちゃうと。 感動するものは悪いものだって聞こえちゃうんですけども感感動ポルノと感動とは違うんですよ。この藤田先生も何だろうなこの本の読者は読むの,の中でですね感動させななきゃいけないけとあの。一番最初にです、ね、編集者と打ち合わせした時に「その少年サンデー」の編集者から「 感動しななないいよううネームは持っってて、くるとと言わわれそののの時から漫画の作り方っていうのが変わったと自分のそれまでの漫画の作り方っていうのは面白い漫画誰もこれまで書いたことがない漫画俺しか書けない漫画すごい漫画っていろいろなものがあったんだけども担当編集者にいきなり最初に「感動さえあればいい」逆に言えば「感動できないような話はもう何持ってきても俺は読みません」っていうふうに言われたのがショックだったっていうふうに書いてるんですね。えー感動 っていうのが悪くない。じゃあ何かって言うと安い感動ですね。ベタっていうやつなんですけど、安い感動と高い感動っていう言い方も変なんですけども、この見分けがつかないことが問題点じゃないかなという風に思います。あのどんな映画やドラマも安直な感動。いわゆるベタ的な展開ですね。ベタの展開と高尚な感動の。 なんんかこう、う両方持ってると思うんですよ。ちょっとあとで高尚な感動を説明しますけども「安直な感動」だけでできている作品はクライマックスに延々と感動系の音楽がかかってなんかこう盛り上げ方をわっとされてですねそうすると冷める人と泣ける人にはっきり分かれちゃうんですね。泣ける人っていうのはベタな展開でベタなセリフが出てきてでうわーって感動的な音楽が流れてきて、泣けるーって思うんですけども。 ところがこれが安っぽい安直だと感じる人にはどんどん冷めるわ音うるさいわ音量バランス狂ってんじゃねえのというふうに感じてしまうわけです。で悪意とです、ね、こだわりの演出術の中で,です、ね、この藤井健太郎はです、ね、この差 ですね。つまり冷める人と感動する人の間にあるズレっていうのを利用してですねあののの優越性の笑いっていいてうのを紹介してます。何かというと「クイズ・タレント・メーカー」という番組があるんですけどもこれはあのなんだろうあのこのタレントいろんななんかこう。 問題を出して、問題出して言って、こんなことをやってる人、こんなことやってる人。さあ、このタレントさん、誰でしょうというやつなんですけども。小島よしおがですね、えー、問題に答えたときにですね、いきなり司会のですね、ロンドンブーツの敦がですね。お前、答えをしてただろうというふうに文句つけたんですね。もう完全に濡れぎ着なんですよ。で、小島よしおがええー、ってやった瞬間にですね。急に画面がスローモーションになってですね。小島よしおがですね、スタッフに連れ去られるんですね。<laughs> で、そこで中島みゆきの施錠がかかってですね <laughs>。で。<laughs> のといいう声はないんですよただ単に口がパクパクしてるだけで,で,す、ね、でそこに「終わらない夢を」という中島由紀夫これ何かと三3年目組金八先生のですねまああのなんだろうなあの男の子が警察に連れて行かれるシーンのパロディーなんですけどもここで分かるやつは笑えっていう感じなんですね分かんないやつは本来言えばこれは金八先生のもう大感動シーンなんですよ。 だから、スローモーションになって誰がどう考えても濡れぎに着せられてる、まあ、濡れぎに着せられてるのが小島芳雄っていうのがおかしいんですけど <laughs> 小島よ芳おが連れ去られていって他の人間が笑っていって無実の罪で中島みゆきの音楽が流れてるんだからベタ的な意味で言えば感動して見てる人は「あ小島よ芳おかわいそうひどい」っていうふうに心が動かなきゃいけないんですけどもそういう。 もので金八先生で感動した時代もあったでしょう今更あんなの見ても感動できないでしょうここはもう笑っちゃいますよねっていうような昔と今とのズレを利用したつまり何だろう何にでも感動できる人とそれを冷めた目で見て笑っちゃう人とのズレを利用して視聴者の中の「 5割は置いてってもいいててもでも残り5割はこれ見て「うわー中島みゆきの成長を流した大爆笑!」と言って笑ってくれるそういうような笑いを作っているんですね。で「バリバラ」の話に戻ります「感動ポルノ」の話に戻りますけども日テレの『24時間テレビ』はですねあの「感動ポルノだから僕は抗議された」じゃ悪いと思わないですよ。 安い感動だから攻撃されたわけです。つまりもう誰が聞いてももう安っぽいよなとなんか身体障害者の人が富士山に登るってすごい立派なことなんだけどもそれをやらされてる感で感動させるためにその番組を作ってる感っていうのがなんかこう見えすぎてる感じがしちゃったので本当はその「 のあの障害者の方は自分から望んだのかもわかんないし別に人に感動されるためにやったんじゃなくて自分の思いでやったのかもわかんないですけどもう番組の作り方毎年そんなものをいくつもいくつもやってるから視聴者の方がそののズレといいうものに気がててしまってるとな。でもあくまでそれをベタな「感動です」って押し切ろうとする側とそれを「ズレに転換させて笑いにやろうとする NHK ではもう NHK の方が勝ち目があるんですよね。でしかし かといってです、ね、問題もあってこれはあのどう思いますかと聞かれたから答えるんですけどもだからここでネットセロに迎合してです、ね、僕も「あ,あだからも日程の24時間なんか駄目だよね NHK すごいよね」って言って以来楽なんですけども僕の方は僕の方でですね違うと思うんですよ。世の中には安いいい感動しかかわらない人もいるんですよ。これがその単なるベタ否定でないところなんですけど。 っていうのは何かというと、nhk の24時間テレビというのはです、ね、は同時に募金献金というのもやっていてですね。そこでお金が集まった、そのお金っていうのはですね、ちゃんといろんなところに寄付しているんですよね。で、それで考えると、nhk がやったことは何かというと。笑いというのを取ったんだけども、その分ですね。あの、なんだろう、二十時間テレビの募金金額を減らす役割しかしてないんですね。 笑いは地球を救って後ろに帰っていくると嘘なんですよ。笑いっていうのは最初に言った通り攻撃性の天下だから誰も救ったりしないんですね。 ただ単にガチガチの関係でこれを感動するしかないという雰囲気の中に風穴を開けてくれることはできるんですけどもでも実際にやってることは日テレに集まってくる募金額を減らすことでそれは障害者の人にとってデメリットにしかならないと僕は思うんですもちろん障害者に対してなんか感動の物語をくれよとかなんかそういうふうな圧力があるのは事実だしそれに風穴が開いたっていうことはあると思うんですけどだからといって笑いが地球を救うというのはちょっと言い過ぎだと。もし 笑いが地球を救うと言うんだったらばですね、民放のドラマの中では、スポンサー市場主義とかですね、視聴率市場主義の中で、アクセスしているサラリーマンクリエイターの姿なんて、これまでのバラエティとかドラマの中で何回も描かれてるんですね。じゃあ NHK が笑いが地球を救うと思うんだったら、 悪辣な NHK 人のです、ね、苦労の話をお前らドラマで作れよとコントでやれよとさあこいつからどうやって金取ってやろうか NHK ですいやドアが開いた足突っ込んでやれというようなそんなコント番組お前らが作れるんだったらば、まあ、笑いは地球を救うと思うそれは何でかというとそうじゃなくて日テレの『24時間テレビ』を用意してわざわざ笑いに行ってすぐ帰ってくるというそういう卑怯な手だけやってるようなやつらは大人とは思えない。それは、子供が大人をか ってるだけだけけと、俺は思うんですけどね。もちろん今回の「バリバラ」がやったことは何だろう障害者に対する認識を一変させたそれはもうずっと「バリバラ」っていう番組がやってるからいいことはいいことなんですけどもだからといって NHK のです、ね、今回の番組素晴らしいだから日テレの24時間ダメっていうのはですね考え方としてなんか安直な感じがしてるんですよ。あのさっっきも言ったようにです、ね、にの中には ベタでしか感動できない人というのがいるんですよ。それは身体障害者と同じように感性とかそういうの能力の問題なんですね。今の笑いが差別的な笑い。つまり、分かる人には分かればいい、分からない奴はバカだからっていう差別を含んだ笑いなんですよ。この差別を含んだ笑いというのはダウンタウンとかが言われるときは、 みんなあのダウンタウンの人も多分誤解してるんですね。つまり、えー、っと俺たちの笑いの中でいじめみたいなものが入っているから差別というふうに言われるっていうふうに彼らは思ってるんですけど、実は違うんですよ。ダウンタウンが始めちゃった笑いっていうのは笑う人の中に格差を作っちゃってるんですね。分かる人と分からない人というふうに格差を作っちゃってるんです。で同様にその世の中にはベタでしか感動できない人がいるんだからベタを笑うような番組を作っちゃうとそれは世の中のですね。 大半であるセンスが古い人センスが何だろう遅れてる人って言ってもいいですし難しい笑いがわからない人を差別してるんですね。バリバラのやったです、ね『24時間テレビ』の批判番組というのは実は身体障害者を何だろうに対して風穴を開けたんですけども知的に劣る人センス的に劣る人っていうのを笑いものにすることで成り立っているというようにも僕は見えるので。 ああ、なななんんんかそもで、えー、まあ人を笑えずにですねあの自分自身を笑えずに人様のことを笑ってるだけだから NHK バラエティはそこそこなんじゃないかなとこれで NHK 自身のことを笑えるようになってくれればですね俺もいや NHK よくやったすげえよというふうに思うんですけども。はいえー、ということですねあの もう四十五分になっちゃいましたけど、もうちょっと続けますね。えっ、ー、とですね、ここでですね、じゃあベタなあの感動っていう話が出たんでですね、さっきベタじゃないつまり安い感動と高い感動という言い方をしました。あんまりここでね高い低いという,ような言い方をしちゃうと問題があるんですけども。 いや、本当にねあの絶対にこれはもう「君の名は」は限定になるけどもネタバレの嵐だからちょうどいいのでこっちにねホワイトボードを用意してあって実はえこっちのホワイトボードではあでですね水性軌道の話をしながらですね「実は君の名は」のテーマってこの辺にあるんだよねっていう解説もし,しますけれどもですねもうちょっとあの前振りをします。えー、高いドラマ高い感動っていうふうに言葉をやってですねそういうものをですね僕、 ちょっと今回限りになるかもわかんないですけど言葉としてですねハイドラマっていうふうふに名付けました。ドラマには「ハイドラマ」と「ロードラマ」っていうのがあるっていうのが今のところ僕の定義ですで今後この言葉変えるかもわかんないですけどとりあえず今回この言葉で言ってみます。ロードラマ ですね、つまり感動するシーンで,です、ねあ「俺たちはやらなきゃいけないんだ」とか「ガッチャマン最後のミッション全員救う」とかです、ね、そういうのよくあるじゃないですかだ「誰か僕たちを助けてください」というようなです、ね、で曲がかかるこれらは全てベタなドドララママで、でロードラマです。ハイドラマというのはです、ね、その感動するシチュエーションを作らないようなもので見てる側の心を動かすつまり感動でなくて心を動くだけ。 なんですね。で僕が典型例だと思ってあのスティーブン・スピルバーグ恐ろしいなと思ったのはですね「E.T.」という映画があってです、ね、ラスト E.T. が宇宙船に乗ってバーッと消えていくんですよね、まあ、空へ消えていくてでその時に宇宙船がですねパッてあの地球からです、ね、飛び立っていく時になんか虹みたいなのを伸ばしていくんですよ。でそれを見て の E.T. のお別れでエリオット少年主人公のお母さんは泣いてたのが、ちちょっっと笑っちゃうんですね。つまりなんて美しいのかしらなんておしゃれなのかしらみたいな感じであまりに感動すぎてちょっと笑っちゃうと。でエリオットの妹ドリュー・バリモアなんですけど若い頃子供の頃ドリュー・バリモアもおんおん泣いてエリオット少年のお兄ちゃんも泣いてるんですよ。これが当たりり前ののドドララマ、ロードラマの作り方なんですけど。ところが E.T. という映画のクライマックスは最後宇宙に消えていく宇宙船をロングで撮るんではなくてですね最後エリオット少年に煽りで下からカメラがガーッと表情に近づいていくんですね。でエリオット少年はひたすら夜空を見てるだけなんですよ。でそれは何でかというと何だろうなこの世の中でたった一人自分の友達が今まさに 一生会えない、二度と会えない星空に消えていくときに、そいつはですね、黙って見てるしかないんです、ね。この瞬間を自分の心に焼き付けようとしているから、エリオット少年はじーっと見てるだけなんですよ。で、それをカメラぐーっと、なんだろうエリオット少年の顔にアップになったところで、バーンと真っ暗になってスタッフリストがザーっと現れるんですね。で、これはそのロードラマの作り方ではないんですよ。 その時の時エリオット少年、感動させようとしたらエリオット少年に泣かせりゃいいんですよ。もう「あの、さよなら E.T.」とか「もう一回帰ってきて」って言わせてもいいんですけどそういうことを一切せずに無表情になった主人公を見せることによってこの彼の中の心がどんなにざわついてるかそして彼がこの瞬間を絶対一生心に留め置こうとしてるのかっていうのを表してるこういう演出を僕はロードラマの作り方いわゆる全部を盛り上げていってパーツをすべて感動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 で合わせるんではなくて。 そうではなくて見てる人の心の中に感動を画面とか音響で伝えるんじゃなくて感動を見てる人の心の中で勝手に作ろうとしているものを僕は「ハイドラマ」っていうふうに今回呼んでるんですね。で「ターミネーター」っていうのもこラストがですね面白くて「ターミネーター」っていうのもあのー「 あ、この解釈だとサハダマルはハイかな、あ、そうなんです。よ。サハダマルもハイドラマなんですよ。だからこそ普通のタイガドラマを見てるロードラマに慣れてる人からしたらサハダマルはふざけて見えるんですけど、まあその話は以後今後多分サハダマルを特集の回でやると思います。で、ターミネーターというのはですね、最後サラコナーズって主役の女の人ですね。後にえー、っとなんだろう、地球の救世主を生む女の人なんですけど、その人がですね、えー、もう これれかから核戦争が来るる。と分かって、てメキシコのの国境辺りの街で,です、ね、ガソリンを入れてるとそしたらでこれからどうなるのかと思って険しい顔してるとパシャッと少年に写真を撮られるだらその子がそのポラロイド写真を出してきて、あのー、綺麗なお姉さん,なんか5ドルちょうだいみたいなことを言ってでそ,の、ね、でそのサラ・コナーズはその写真がだんだん現像がポラロイドから写ってくるのを見てるとです、ね、なんかカイルっていうです、ね、未来から来た人と恋仲になってでそいつが死んじゃうからそういう。 あのサラ・コナーズそんな悲しい顔してたんですけどもでここから未来のことを考えたからですねでそのカイルが肌身離さず持ってた写真っていうのが後にそのサラコナーズが産む息子地球のレジスタンスの リーダーダですね。そいつから受け取った母親の写真はこれしかないんだっていうふうに受け取った写真で、えー、サラ・コナーズを未来から助けに来るそのカイルはこの写真をずっと見ていて憧れていてあなたに会いたかったあなたにいつの間にか恋していたみたいな告白を映画の中でするんですよ。 油断してて、ガソリンスタンドでした時に、メキシコの少年からパチ取られた写真が。まさにこの写真だった。私はこの写真を生涯身につけていて、自分の息子に手渡すことになるだろう。それは、自分を愛してくれる男が、過去にもう一回戻ってきて、自分を守るために死ぬ。その、円環運命の鎖の中にあるんだっていうのを認識して。で、こんなこと、セリフで一言も言わないんですね。それら、写真を見て。唖然とするサラコナーズ。 決意をを込めた顔をするサラコナーズポケットの中に入れてでジープはジープかな,なんか 4, あの4輪駆動車みたいなやつがバーッとあのメキシコの道をずっと奥地へ行くと上の方に黒い雲がだん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 増えていくんですでこれもでですすね、そのハイドラマなんですね。さっき言った回想シーン入れりゃいいんですよ。 グリーンの音楽でも何でもかけりゃいいんですそうやりゃ感動するんですけどもそうじゃなくて見てる人間に感動でもいいし不安でもいいし共感でもいいから何でもいいから心を動かそうと思ってこういうシーン組みするわけですね。でこれが僕はは、ハイドララマと言います。タターーーーミネーター2で,はです、ね、ラストシーン。 t 8、ね、つまり今度はいいものになったシュワルツネッガーのロボットみたいなやつが最後溶香炉の中で溶けてわーって死んじゃってであようやっとこれでスカイネットの恐怖は去った地球は救われたっていうシーンでで「ターミネーター2」のラストシーン何かというと夜の高速道路なんですね。あの意外なことに「ターミネーター」っていうのは高速道路で。 走ってる車のヘッドライトで照らされた道路だけ映写してるんですよ。でこれをやりながら、えー、なんだろうサラコナーズのです、ね「今回これで危機は脱した未来はどうなのか私たちにはわからない」ってナレーションがかかるだけで延々この道路というのは何かっていうと今はまだ暗闇の中で ひとまず地球の危機が去ったかもわかんないけども未来というのはどこにあるのか全然わかんない私たちは夜明け前の世界にいるということを告げてるだけなんですねで。これだけでそのラストシーンを作ってしまうんですね。これも会話させればいいんですよね。 本当を言えばロードラマの作り方だったら。でもそうじゃなくて夜の高速道路をものすごい速度で疾走してでライトで照らされた道路だけ見えるっていう絵を見せることで私たちの生きてる世界そのものの映画を見てる人そのものの映画を見てる時は映画館の中のスクリーンっていうのが見えるんですよ。それは夜の道路がライト当たってる部分が見えるだけでも全く同じでその部分しか見えない。 でもその中から私たちはいろんな教訓を得ることができる。そして未来というのは自分たちで選ぶことができる。そんなセリフ一言も言ってないんですけど、ちゃんと見てる人間に伝わるわけですね。だからあそこのシーンで道路のシーンというのはジェームス・キャメロンというのは選ぶわけなんです。これがそのハイドラマ的な作り方です。で泣かせたくて泣かせるというのではなくて、泣かせる以外のどういう感情をもて感情を持てばいいのかわからない。もう本当にどんな気持ちに なのがハイドラマなんですすよ。なので、でハイドラマ嫌がるる人結構いるんですよこのあの映画見たらどんな気持ちになっていいのか分かんないとかあと笑っていいのか笑っちゃいけないのか分かんないという人があるんですけども笑っていいのかどうか分かんないからこそ感動だろうと何か言われた時子供に何か一言言われた時笑っちゃうんだけど同時にボロボロボロっと涙が出てくることって大人になったらあるんですよ。こういう大人の なんか悲しいのか嬉しいのか分かんない結婚式のだろうな娘の挨拶を聞く父親みたいなものなんでしょうねなんかそういう複雑な感情が出るからこその感動であってそうじゃなくて泣くしかないみたいなものは感動としてのレベルは僕は低いと思ったんでハイドラマロードラマという言い方をしました。で「アルプスの少女あと5分だけ我慢してくれ」。<laughs> アルプスの少女ハイジっていうのがあってです、ね、その中で6話で,です、ね、デルフリ村っていうところにいてです、ね、オンジがです、ね、チーズを売りに行く話がありますでチーズををこれれまでで個個持ってたたら、パンを6個くれたんですね。ところがデルフリ村ではですねいや最近景気が悪くてあの小麦の値段が上がってるだからパンが値上がりしたんだと言うんですけどもオンジはパンチーズを持ってったのにパンが6個くれないと。 お前は俺が数を数えられないのを知って無学なのを知って字も読めない数も数えられないのを知って俺を騙してるのかと言ってパン屋と大喧嘩するんですね。であのパン夫妻は恩師は値上げのことを知らないからあのアルム恩師はたまにしか来ないからって一生懸命諭すんですけども恩師がです、ね、自分をたまにしか来ないこ,とをい,いことをいいことに騙そうとしてると思い込んでですね二度と来るかって言って出て行ってしまうんですね。でこの 恩寺の誤解はこのアルプスの少女ハイジの録画の中では全く解かれないんですで、これもですね見てる人間からしたら 本当はその話数の数中でで解決してしてほいんですね。結局恩師が納得するとかですねパン屋さんが後で行って謝るとかです、ね、恩師が最後反省するみたいなことをすればいいんですけどそれはロードラマの作り方であってですね高畑勲がやりたい <laughs> ハイドラマではないんです高畑勲は、見てる人にやりきれない気持ちってい,うのを伝えたいんです。やりきれないい気持ちっていうのは辛いでもなく切ないでもなく怒るでもなく誰に怒ったらいいのか分かんないっていうようなこの あっちゃこっちちゃゃこ向いてる感情を見てる人これが感動の本質なんですねこのやりきれない思いというのはそれをやりたいんですけどもなんかさすがにハイジでもです、ね、こういうやりきれない話ではなかなか少ないんですよであの松本人志のです、ね「大日本人」という映画があります,、えーとですね、アマゾンの DVD とかブルーレイとかのレビューを見たら本当に点が低いです。 で松本人志のどこがいいんだって松本人志には映画の才能がないことが分かったというふうにみんな書いてるんですけども、ね、それはみんなが笑いっていうものを捉え方が僕ちょっとずれてるからだと思います松本人志がやろうとしてることはハイドラマなんですよ笑いの分野における。えーっとですね、なんか例えば「大日本人」っていうのがです、ね、あれは巨大ヒーローに変身できる家系のおっさんの話なんですね。 なので、それをセミドキュメンタリータッチで撮ってです、ね、で変身というのはどういうふうにするのか怪獣が出てきたそいつは変身するしかないんですけど変身の時にはです、ね、国家警察というかです、ね、そういう担当者の人たちが家の中にダーンと突入してです、ね、ものすごいでかいコンセントを松本人志の尻の穴にガーンと突っ込んだら松本人志の尻から電気入れられて巨大化して怪獣と戦うというやつなんですけども明らかにこれコメディーなんですけどもそこまでの撮り方がすごいシリアスなんですよ。だから、全然笑えないんですね。 笑えないんですけども、これはそれで構わないです。笑うという簡単な方法ではなく、ずらすっていうことをやってるんです。だから僕らは、なんでこんなことになるんだっていうような。笑えない部分が正しいんですよ。 大爆笑する映画ではなくて笑えそうな部分では笑えなくて「なんだこれは」っていうのが大日本人を見る時の一番正しい感想で,感想でその連続の果てにですねなんか最後の方はベタベタのダメなコントがあってですねうわ全然笑えないコントがあるという全体構造がおかしい話なんですけどもところがすごいお笑いのマニアの人ですらこういうハイドラマ形式でやられるとですね急に えお笑いっていうのはもっとろうなものだろうっていうふうに思ってるからこそ分かななくなっちゃうんあのね『24時間テレビ』のさっき言った「感動とか金八先生」っていうのはろうドラマっていうふうに言ったんですけども、えー、これをずらして笑うつまり「えー、24時間 あの「24時間テレビ」を批判した「バリバラ」とかですねあとえ「金八先生」を批判してずらして笑いを取ったそのクイズ・タレント名刊っというのはですねまだその見る人を選ぶ笑いなんですけどもハイドラマをですねずらしちゃうとさっき言ったような「ですねあのアルムンジのやつとかですねあとなんだろうな「あの E. T. のですね、ラストシーンとか、そういうふうなものをずらして笑いにするというのは、もう。難しすぎてですね、見る人を選ぶというレベルではなくなっちゃうんですね。で。ところがですね、このハイドラマをずらそうと。このハイドラマをずらすことを。笑いにしようというふうに挑戦したのがですね。えー、限定のところで、あの紹介するアドベンチャータイムです。アドベンチャータイムというのはですね、先ほどから説明している。 本来だったらば感動というよりはやりきれない気持ちっていうふうなものが感動の本質なんですけどそれをずらしてあえて笑いの方に持ってくるというですね世界最先端だと僕は思ってるんですけどその表現に挑んでるのがアドベンチャータイムで,すで逆に新海誠のこれまでのラストクライマックスのところをやりきれない思いだったのをそれをベタの泣かせるっていうふうな方向に思い切り振り戻したのが「君の名は」 という作品だ,と思いますだから「君の名は」に比べて僕は「アドベンチャータイム」の評価の方が高くなってしまうし新海誠は何だろう進化したではなくてですね やっとと。妥協してヒット作を見つけたと押井守が小難しいことばっかり言ってから駄な映画監督になっていくのに「や押井守007取ったからでかしただったらお前も面白い」というのと同じように新海誠も「お前その切ないやりきれない」というのは作家性がどんどん尖っていくけどこれ売れねえだろうなと思ったら「ああもうベタにして中高生さえなきゃいいや」っていう <laughs> ベタベタ映画も出してきたと「俺そういうの好きじゃないけどお前のその心変わり認めてやるよ」というのが君の名はというの,の本質だと と、えー、ということで,です、ねえー、原点の方に切り替えてここからです、ね、もうネタバレガンガンで,です、ねえー「星の声」の話ですね、えー、その中で語られてるです、ね、実は何だろうな、えー、お話の中でいくつか語られてないことがありますのでそのことに関してもちょっと話してみようと思います。 では限定のあ、その前に告知をお願いしますその。そうだよ告知やらなきゃいけないんだあのねえー、っとですね、えー、9月11日日曜日ですね俺は日本にいません。 あのロサンゼルスにですね行っております。えー、でロサンゼルスのですねローズボールというですねあのアメリカ最大のフリーマーケットですね古いおもちゃを買いまくってる予定です。でそれがもう日曜しかやってないですよ。なので行ってきますので,ですね午前4時現地時間の午前4時ここの午後8時ですねなんとか無理やりですねニコ生放送をやってみますので,です、ね <laughs> えー、アメリカの午前4時の俺の超眠たい顔のですねニコニコ生放送ひょっとした方 でオンエアできないかもわからないけどその時はなんかあの代わりのですね録画番組が何かをなんか現地から1分か2分の iPhone で撮った映像とかを用意しておきますので,です、ねえー、来週お楽しみお願いしますあとですね9月11日はアメリカから生放送なんですけど9月18日はですね、えー、山本博さんだっけ あの、山間さんっていうですね、えー、アニメ元アニメ監督ですか、アニメ界を引退して、この間芸能事務所に入ったと言ってですね、<laughs> ツイッターなどで嫌われ発言をよくされている、ひょっとしたら俺と似てるタイプの人がいるかはわかんないですけど、その方とのですね、えー、生対談というのをです、ね、多分前半そこそこ人に聞かれてもいい部分、後半そろそろ人に聞かれてはやばい部分というような形で、えー、9月18日はやろうと思いますので、えー、岡田投夫と山間っていうのですね、対談を見たい方、 方は、9月18日を楽しみにしてください。えーはい、あと、これですよね。あと,、えーとですね、新刊、明日出ます。スターウォーズに学ぶ国家正義、民主主義というやつでですね、えーまああの。日米スーパーヒーローの概念の違い。なんで、アメリカのスーパーヒーローものってと、日本のヒーローものとは違うのかという話とかですね。あとは、なんだろうな。 あのユリオス・カエサル・ジュリアス・シーザーは歴史上最初の歴史上最初のですね同人誌作家であったという驚,驚愕の事実とかいろんなことを語っておりますあとは正義なんかを語るのはいつもヒョロヒョロの男の子だよなという話とかですいろんな話をしておりましてですねあの「スター・ウォーズ」や「スーパーヒーロー」を語るのに政治的なスタンスというのがあったらすげえ面白いぜっていうですねあのちょっと大人の遊びを紹介してますのでよろしければ買ってください。 えー、ではではですね、限定の方でですね、えー、君の名はの話に入ろうと思います。限定切り替えてください。